はい、今日はですね、井戸の実験をしようと思います。まあ、もう井戸は問題なく使えてます。水量も豊富 で砂もそんなに入らずに使えてるんですけども、コメント欄で結構タンクに溜めた井戸水を送水したらどうかっていうアドバイスが結構あったんですよ。でそれ僕もちょっと気になってて、まあ、実験したいなと思ってたんで、まあ、今回ちょっとやってみようと思います。でタンクに溜めて井戸を使うとなるとポンプが2台必要になるんですよ。井戸からタンクに送水するポンプとタンクから水道に送水するポンプで、さすがにねちょっと2台用意するの大変だったんで、こんなものを買ってみました。まあ、こちら井戸からタンクに組み上げるポンプなんですけども、これ8000円ぐらいで売ってる、まあ、比較的安いポンプ、まあ、普通の圧力タンク式のポンプを新品で買うと4万円するんですけども、これだと8000円で済みますね。でこれでちょっと実験してみようと思います。いろいろ調べた結果なんかこれが良さそうだったんですよね。もうちょっと安い値段帯のものもあったんですけども、それだとねレビュー見るとすぐ錆びるとかすぐ壊れるって書いてたんで、でこれ完全水中ポンプって歌ってたんですよ。で完全ってついてるからには、まあ完全に浸水させたまま使っても大丈夫なのかなっていう感じなんで、ちょっとまあ試しに使ってみようと思います。それでタンクに水が溜まったら自動的にポンプが止まるようにしなきゃいけないんですけども、それはどうするかというと、こちらの水位センサーを使います。これ Amazon で1000円ぐらいで買ったんですけど、水にこういう電極を入れて、でこの電極が水を感知したら止まるみたいな感じで設定できるもんなんですよ。とりあえずこれとこれをね一回組んでみようと思います。それじゃあちょっと実験してみます。で今ポンプが回ってるんですけども、これ水位センサーね。でこれが、水に触れるとポンプが止まるっていう仕組みなんですよ。こんな感じで今ほらポンプ止まった。でこのセンサーが水から離れるとポンプ作動止まる。そうしましたら、このポンプにホースを接続するんですけども、これよくあるね水道蛇口につくような内径15ミリのホース、これだとちょっとねブカブカなんですよ。でね、考えたのがこっち、内径12ミリのホース、こいつを、ホームセンターでちょっと20センチぐらい買ってきて、でこれだとぴったりなんですよ。だからこの、ポンプは内径12ミリに合わせて多分この口を作ってるんでしょうね。ちょっとこういう風にきつめでしっかり食い込むから内径12ミリをとりあえず刺すと。で そしたらその上からこのバンドで止めますと。まあバンドは正直いらない可能性もあるよね。だから相当壊れたまあ正直ここ結構がっちり食い込んでるからバンドいらないかもしれないけど、念のためですね。まあそうしましたらね、こちらの散水ホースのアダプタっていうんですかね、これをやります。これよく一般水道で使われる内径15ミリで使われるんですけども、この一回り小さい内径12ミリのやつでも一応接続できるみたいですね。今日内径12から15まで対応って書いてるんで大丈夫そうな感じです。で接続したら、通常の内径15ミリのホースと接続すれば完璧ですね。こういう感じで内径12から15のホースに変換して組み上げようと思います。でちなみにこの内径12ミリの細いホース、これ5メートルなり6メートル買ってきて組み上げるのもいいんですけども、これ高いんですよね。10センチで37円だったんですよ。で一方ねこっちの、よくある規格の内径15ミリのやつが10センチで25円だったんで、これね全然値段違うんですよ。37円と25円じゃ全然違うんで、だったらこういうふうにここの接続部分だけこれに接続し、あと変換して一般水道の15ミリ内径のやつ使えば安く上がるってことですね。
で、このポンプ何メートルあるかっていうことですよね。口からでいい。で、これが約ね、まあ4メートルぐらいありますね。この井戸の深さを測ってみますね。どんぐらい深いんだろう。4メートル30ぐらいか。じゃあね、挿入します。はい、こんな感じでちょっと接続してみました。これまだ水位センサーとかつけずに、そのまま AC アダプターに接続してますね。で、この状態でちょっと組み出すか実験してみます。あ、バッチリですね。ああ、こんな感じでちょっと結構あれだね、こう潰しても大丈夫なんだ。いい感じじゃないですか。今試しに口に含んだんですけども、やっぱり4メートルの井戸って水質いいですね。で、4メートル以上掘り進めると変な匂いが出てくるんですけども、今組み出してるのは4メートルの井戸なんで匂いが全然しないです。うん、もうたらいから溢れてますね。別のたらいを用意しました。結構組み上げてくれますね。いい感じだこれ。で、一応このポンプのスペック9メートルの高さまで組み上げられますよって言ってたんですよ。で、この井戸4メートルしかないから、まあ余裕で組み上げられます。まあスペック通りってことですね。はい、システムが組み上がりました。まずはポンプで水をこのタンクに組み上げるんですけども、ポンプの電源とこちらの水位センサー接続してます。センサー通り水位が達したら止まると。で、タンクの水を使って、で、タンクの水が減ったらセンサーが動作してまたポンプがオンになるって感じで、こんな感じでシステムを組んでます。まあ、とりあえず動かしてみましょうか。じゃあこちらのセンサーの電源を入れると、動作します。いいですね、水溜まってますね。こんな感じで順調に水が溜まってますね。今、まあ、センサーこちらなんですけども、こんな感じで、ここまで水位が来たらポンプが停止しますね。ここの導線に水が触れたら停止します。で、ポンプ内、タンク内の水が減って、でここの導線以下になったらまたポンプがオンになって、でまた水を汲み上げて、で水位がどん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 溜まって、ここまで来たらまた動作するっていう、ここからここまでの範囲で動作するように、センサーを仕掛けてます。でこれをこういう風に立てて、で水が溜まるのを待ちます。はい、じゃあね、今タンクにカメラを固定したんで、ここまで水が来て本当に止まるのかね、ちょっとしばらく撮り続けようと思います。撮影開始してもう43分経ってるんですけども、全然まだ水位に到達してないんで、ちょっとセンサー下げていいですかね。ちょっとセンサーを下げさせてもらいます。いつまでかかるんだって感じですよね。じゃあちょっとセンサーを少し下げました。これで、もうちょっとで止まると思います。ちょっと様子見てみます。はい、今ですね、水面が一番上のセンサーに達したので止まりましたね。
水ももう出てません。そうしましたらタンクに今度送水ポンプを接続してみました。ちょっとね、やってみますか。でここの蛇口をひねると水が送水されますね。あ、いったいった。行ってますね。よいしょ、無事に送水されてます。まあ、こういう感じで、まあ、システムを構築すれば、まあ、例えば井戸の水量が少なくても一旦タンクに貯める、まあ、もしくは井戸から砂を汲み上げても一旦タンクに貯めて、でそのタンクに砂を沈殿させて汲み上げるっていう方法ができるんですよね。でこちらのポンプなんですけども、一つ懸念事項があって、吸い上げ高さが 2.5 メートルより浅い時には中間弁スプリングを付属の抵抗スプリング線形の太いものに取り替えてくださいって書いてるんですよね。で、まあ、こちらが、その線形の太いスプリングなんですけど、まあ、どういうことかっていうと、本来この井戸ポンプって6メートルとか7メートル下からこう水を汲み上げるように想定されて作られてるんですよ。だけどもこれそのすぐそこから汲み上げてるじゃないですか。せいぜい何1メートルとかそんな浅いところから汲み上げてるから、この井戸ポンプ汲み上げると同時に、空気もこのタンクの中に溜め込ん で空気と一緒に水をバーッと押し出してるんですよね。でその空気の溜め込みが多分ねちょっとバランスがおかしくなるんでしょうね。だからここの中に仕組まれてるスプリングをちょっと抵抗の強いスプリングに変えて、で、擬似的にこう6メートル7メートル下から吸い上げてるような負荷をかけてるってことなんでしょうね。まあちょっと詳しいことは分かんないんですけども、こういう浅いとこから組み上げるときはスプリングを取り替えろって説明書には書いてるんですけども、見た感じちょっと動作してみた感じそんなに問題なく動いてるけどね。ほら、まあ、こんな感じで問題なく水出るから特に変えなくても大丈夫かなと思うんですけども、まあ、気になる人はここ外して、ね、抵抗の強いスプリングに変えればいいと思います。はい、こんな感じで今日は、一旦井戸水をタンクに溜めて、でそのタンクに溜めた水を送水するっていうシステムを組んでみたんですけども、まあ、なんでこのシステムを組もうかと思ったかというと、まあ、今使ってる井戸はこっちなんですね。これ6メートル掘ってるんですよ。で水量は豊富に出るけども、まあ、ちょっと硫黄の匂いがすると。でこっちの、まあ、昔使ってた井戸これは4メートルしか掘ってないんですけども、まあ、その代わり、まあ、変な匂いはしないんですよ。だけど水量が少ないと。だから、まあ、こっちの匂いのしない水を一旦タンクに溜めて、でそのタンクから向こうに送水すれば、この枯渇することなくずっと水を使い続けるんじゃないかって考えて、まあ、こういうシステムを組んでみたんですよ。このまま運用しようかなと思ったんですけども、ちょっと問題が発生しまして、まあ、まず一つこのタンクなんですけども、あの松野さんからいただいたタンクなんですよ。で、まあ、オレンジ色のタンクなんですけど、これだと日光を通しちゃうんですね。日光が水に当たると藻が生えちゃうんで、まあ、それがまず一つなんですよね。その問題に関しては、まあ、このタンクを何かで囲うなりペンキ塗るなりして遮光すればいいんで、まあ、大した問題じゃないんですけども、まあ、もう一つ問題があって、まあ、このタンク松野さんの作業所から出てきたタンクなんですけども、ちょっと匂いがするんですよね。ちょっと硫黄の匂いがするんですよ。これすごい徹底的に洗ったんだけどもこの匂い取れなくて、で結局ね
この匂いのない地下水をこのタンクに溜めて使う予定が、このタンクでもタンク自体が匂ってるから結局意味がないっていうねことなんですよね。多分これ昔ね、農家がその薬剤散布で使ってたタンクだと思うんですよね。まあ結局ね、また新しくタンクを買ってってなるともうお金かかるし、こっちのちょっと匂いがする6メートルの井戸でも全然問題なく使えてるからいいかなって感じですね。でもね、こういう構想してる人は結構いると思うんですよ。自分家の地下水がね、水量少ないとか、一旦タンクに溜めればいいんじゃないかみたいな。でまあそういう人に参考になるかなと思って、まあ、こういうシステムを組んでみました。まあ、実際うまく稼働してるんでね、まあ、あとはこういう基板とかむき出しだったりすると雨に濡れたらまずいんで、こういうのをね、その雨に濡れない箱とか作ったりして、まあ、各自やってもらえればと思います。